I'll be at phantomriverstone.com. You can come by later. 先ほどちょっとね、シェンムーのお話も出ましたので、続いてのトークテーマはこちらに行きたいと思います。お願いします。来ましたね。来ました、シェンムー。来ましたね。今日これ見に来たんでしょ。ほら、ほら、 T シャツ着ようよ。そうですよね。では暗くなったので、まず映像でしょうかね。こちら見てください。お願いします。ちょっと見たいので移動。はい、シェンムー映像始まるよ。スペシャルだよ今日。ユウさん、これはに日本で、一般公開初めてですよね。そうなんです、はい、この前のゲームズコムの、ゲームズコムの8月の映像になりますが。おそのもの、東の戸津国より海を渡りて現れり若者、姫氏から未だ知らず、かの身を滅ぼすことも、かの願い叶えしことも、その者勇み立つ時我を求めん、共に荒れ野の道を行かん、待ちて願え、開口は我の古よりの定めなり。地より現れし竜が黒雲を誘い天を覆うも、舞い降りし鳳凰、その翼に降りて四風を生むがごとく、漆黒の世は広がりしも、明星は一つ灿爛と輝く。パシパシパシ、すごいですね。ありがとうございます。ついに発売が決まりましたね。来年、来年ですよ。奇跡が8月29日、はい、世界が驚いておるというか、震撼しましたね。いやー、でも綺麗でしたね。はい、すいません、もうシェンム見たらミスター X になっちゃったから。あの星、あの中国の大地、そしてシェンファーの声、竜帝はまだ生きていたのか。さあどうなるんだ、ストーリーは。ですよね。はい、鈴木さん、ちょっと今日できるところまででいいので、ぜひぜひ最新情報を教えていただきたいと思いますが。最新情報がね、ちょっと難しいんですけど。難しかった。もう夜も寝ないで昼寝をしながら。はい、ここ笑うとこだから。ちょっとやめて。いや、でも本当ですよ。打ち合わせに行かせていただくと、はい、いや今日4日目なんだとか5日目なんだとか、もう毎回そんな感じなんだ。それはもう寝ないで迎えた日ということが、はい、そうですね。僕もたまに行きますけど、ほとんど会社に寝てますっていうか泊まってます。家になってます今、うん、はい。で、まあちゃんと作ってますので。やっぱり作るのも楽しい。なんか苦労っていうよりも、苦労もありますけども、やっぱりこれ作れる喜びもあるので、なんか終わったらまた戻って作りたいですよね、もうすぐでも、ね。いや本当にもう ゆうさん昔から知ってますけど、今回は本当にいつも飲んでるお酒を1割ぐらい減らして。かなりですね。かなりですよ、1割は。変わらないですよね。全部ワンツーの時よりも。でもそれぐらい本当にね、やっぱ時代もありますけど、鈴木優という こうクリエイターの中で、やっぱこの何年もの時を経たところのなんか熟成した感じがですね、シェンムー3に出てるかなと思いますんで。今だからできる。ワンツーやってスリーやると、ちょっとやっぱこう熟成感が感じられるよ。何を言ってるか分かんないが、それはプレイすれば分かる。いやでも本当に、多分これ言っちゃいけないんで言わないですけど、はいはい、いろいろ打ち合わせの最中とかもお話しさせていただいて、多分これその日付決めないとずっと作ってるんだろうなっていうぐらい規模が大きくなりそうな、もう本当にスケールの大きな、すごいですね。お話だけでワクワクしてるんで。しぶきさんもずっとファンですもんね、はい、シェムのね。もうだからこの前有野課長が13章までっていう話を一体最後はいつになるんだろうかっていうところもちょっと気にはなるんですけども、やっぱりまず3を
まあ、ちょっとだけ言うと、今はちょっとバトルのところを中心にちょっとチューニングしたり難易度調整したりしながら今作ってるところですね。今もその楽しいところでバーチャファイターの話出ましたけど、はい、まあ、ちょうどバトルのところを作って、まあ、今回は中国行かないですけどもねやられないようにしながら作ってますね。いやでも本当にシェンムーンをお作りになられてるというのを分かった上でちょっといろいろご相談をさせていただいていて、はい、で発売日が決まって、で先日有野課長がいらっしゃる時に、まあ、ニコ生とかやらせていただいて、まあ、大体シェンムーン先でしょみたいなそんな感じの話ばっかりでしたんで、はい、いや本当に申し訳ないことをしてしまってるんだなと思いながらですね、すごく後悔というか反省を、いえいえ本当にちゃんと作ってらっしゃいますんで、もう来年8月29日皆さんで楽しみにして、そうですね、発売が待ち遠しいですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。